どうも、北海道トラベラースヌスムムリクです。今回はオングルシリーズ第3弾ということですが、今回は最後にスイーツもありますから、ぜひ最後までお見逃しなく。まず向かったのは池田町、 JR 池田駅のすぐ向かい側です。ここはもう前からずっと行きたかったお店で、行くたびに定休日とか貸し切りとかで食べられなかったんですよね。今回ようやく念願かなって食べることができました。今回はね、この池田牛が品切れでちょっと残念でした。池田牛は希少なのでなかなか食べられないんですよね。店内はこんな感じ。昔ながらの町のレストランといった懐かしい感じですね。オーダーもすべて口伝いのアナログ式なのがいいですね。池田町はワインの町だけあって、いろんな種類のワインがあります。今回頼んだのはサーロインステーキ丼2700円。これは残念ながら池田牛ではなく十勝牛なんですね。ソースはこれ林ソースですけれども、サラサラです。中はレア状態。お肉は薄いんですけれども脂がすごいです。逆にね、これより分厚いと脂がしつこくなりそうですね。ちょうどいい厚さです。脂が濃い分あっさりめのソースが合います。非常に柔らかいです。肉の旨味がすごいのでめちゃくちゃご飯が進みますね。ちょっとね、箸だと食べづらかったんですよね。
さあ、ラストステーキです。正直ね、この値段でこれだけのお肉食べられるならコスパはいいですね。でもいつかは池田牛も食べてみたいです。ごちそうさまでした。そして今回の温泉はちょっと離れます。車で約30分の温泉です。浦幌るしん温泉、場所はこちら。広めの休憩場です。穴場の温泉なので地元の方がほとんどのようですね。場所柄ね、なかなか行く機会がないので、ぜひね、池田町に行った時には一緒に訪れてもらいたい温泉なんですよね。源泉温度は約30度で加温しています。しかもね、ここは北海道内でもトップクラスのアルカリ性の温泉で、pH ほぼ10というすごい温泉なんですよ。北海道トップクラスの強アルカリの温泉です。ここより高いところだと以前紹介した襲牛温泉くらいでしょうかね。こちらも加温してるので、源泉だとね25度ぐらいなんですよね。こちらの動画もあるのでぜひご覧ください。とにかくものすごい温泉です。浦幌るしん温泉、驚くほどぬるぬる。よくね、美肌の湯と言われる温泉が数多くあるんですが、どうしてもね、長湯すると肌のぬめり感が失われていくんですけれども、ここは最後までぬるぬるでした。もう少しね、高い場所だったら露天風呂からね、すぐ横の川が眺められたんですけれども、ちょっとね、そこが残念でした。露天風呂の庭にはもみじの木があったので、秋に来ると絶景の紅葉が見られるんじゃないでしょうか。ということで、ここは穴場ですけれども、泉質はとんでもなく素晴らしいので、ぜひ行ってもらいたいです。さあ、そして最後にスイーツ。スイーツというかね、お菓子というか、先ほど紹介した池田町のレストラン米倉にはもう一つ有名なものがあって、それがこのバナナ饅頭なんですよね。あ、ちなみにお弁当も買えます。箱を開けた途端、バナナの強烈な匂いが襲ってきます。周りの生地は思ったよりもハード系です。これはレンジで温めたんですが、レンジで温めるとバナナの香りがより一層増します。バナナあんは甘すぎないのでいくらでも食べられますね。池田町はワインの街でもあるので、お酒好き、ワイン好きの方はね、ぜひ寄ってもらいたい街ですね。
ということで、いかがだったでしょうか。池田町のレストラン米倉さんのステーキ丼、浦幌町のルシン温泉、ぜひ一度お試しください。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。いいね、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイビー。